大阪道頓堀の商業施設、中座食い倒れビルが来年春に全館リニューアルオープンすることが発表されました外壁には全長およそ6メートルの食い倒れ太郎の立体看板を掲げるほか巨大な LED ビジョンを配置します外国人観光客が増加する大阪・関西万博の開幕に合わせてオープンし道頓堀の新たなスポットにしたい考えです